ピエール・エメリク・オーバメアンは、フランス・ラバル出身のサッカー選手。プレミアリーグ・アーセナル FC 所属。ガボン代表。ポジションはフォワード。プロ入り初期2007年1月、AC ・ミランのユースチームに参加。同年8月に、マレーシアで開催されたユースの大会では6試合に、出場して7ゴールを挙げ、得点王となった。2008から09シーズンは、 経験を積むためリーグドゥのディジョン・フコでプレーさらに2009から10シーズンは、リール、2010から11シーズンは、エース、モナコにそれぞれローに移籍している。2012年1月に、リーグ1のエースサンテティエンヌで完全移籍し、2012から13シーズンでは、リーグ137試合に出場し19ゴールを記録した。 ドルトムント時代ボルシアドルトムントでのオーバメアン2013年7月、ボルシアドルトムントへ移籍。2013年8月10日、ブンデスリーガ開幕戦の FC、アウクスブルク戦で、ブンデスリーガ史上6人目のデビュー戦、ハットトリックを達成するなど、存在感を発揮した。2014から15シーズンは33試合に出場し、16得点6アシストを記録。 右ウィングが主戦場ながら CF 起用に見事に応えた。2015年7月31日、ボルシアドルトムントとの契約を2020年6月30日まで延長したことを発表した。2017年3月8日、欧州 CL 決勝 t セカンド、レグの SL ベンフィカ戦では、ハットトリックを挙げて、準々決勝進出に貢献した。 2016から17シーズン最終節を前に、得点王争いで2位であったが、最終節ベルダーブレーメン戦で2ゴールを決め、シーズン通算31ゴール、逆転で、得点王のタイトルを獲得した。アーセナル時代2018年1月31日、アーセナル FC と長期契約を締結し、遺跡金はアーセナル FC のクラブ史上最高額と発表された。 背番号は、セオ・オルコットが着用していた14番。アーセナル FC のレジェンドでもあるティエリ・アンリが着用していた番号でもある。2月4日、エバートン FC との試合で、デビュー、すぐにゴールを決めた。4月1日、ストークシティ FC との試合では2ゴールの活躍、さらに PK を獲得したことで、ハットトリックのチャンスがあったが、その PK を、 アレクサンドル・ラカゼットに譲った。2018年10月23日、第10節のレスターシティ戦では逆転ゴールを決めて、公式戦10連勝に貢献した。同年10月、1ヶ月で5ゴールを決めて、自身初となる、プレミアリーグ月間最優秀選手を獲得した。2019年5月10日、UEFA ヨーロッパリーグ、準決勝セカンド。 レグのバレンシア CF 戦では、アーセナル移籍後初めてとなる、ハットトリックを決めて、決勝進出に貢献した。リーグ最終節では2ゴールを決め、22ゴールとし、ノーゴールに終わった。リバプールのサラーに追いつき、そのモハメド・サラー、サディオ・マネと共に得点王に輝いた。2019から20シーズン、9月1日。 第3節のトッテナムとのノースロンドンダービーでは2の1とリードされたが同点ゴールを決め引き分けに持ち込んだ続くワトフォード戦では2ゴールアストンビラ戦とマンチェスターユナイテッド戦でも1ゴールずつを上げる活躍を披露し9月のプレミアリーグ月間最優秀選手に選出された11月5日サポーターとの衝突から問題行動を起こしたジャカの代わりに キャプテンに就任した。2020年7月1日、プレミアリーグのノリジシティ戦で、プレミアリーグでの50得点目を決めた。プレミアリーグ79試合での50得点到達は、クラブのレジェンドであるアンリや、イアンライトを抜いて、アーセナル史上最速の記録である。また、全チームを通じてもプレミアリーグ史上6番目の、速さでの50得点到達である。 リーグ戦では、昨シーズンと同じ22ゴールを決めたが、わずか1点差で2期連続のゴールデンシューズ賞のタイトル獲得を逃した。FA カップでは準決勝のマンチェスターシティ戦で2ゴール、決勝のチェルシー戦でも 1PK を含む2ゴールを決め、優勝に大きく寄与した。同年8月8日、チーム内トップの公式戦29ゴールや FA カップにおいて、 準決勝、決勝と得点を決めて、チームを優勝に導いたことなどから、サポーターの投票をよって決定する2019から、20シーズンのアーセナル年間最優秀選手に74%という、圧倒的得票数で選ばれた。同年9月15日、アーセナルと3年の契約延長したことを発表した。2021年2月15日、プレミアリーグのリーズ戦で、 プレミアリーグでは、自身初となる、ハットトリックを決め勝利に貢献した。同年4月15日、自身の SNS において3月の代表戦、召集時に、マラリアに感染し、入院していたことを公表。幸いにも、早期発見であったことから数日間の入院治療で、解放に向かっていると明かした。2021年8月14日。 21から22シーズン開幕戦であるブレントフォードとの試合を欠場した。後に新型コロナウイルス検査で陽性であったことが欠場理由であると公式発表された。同年12月14日、規律違反によりキャプテンの役割を剥奪されたことが公式発表された。かつてはフランス、ガボン、イタリアの代表でのプレーが可能で、 イタリアの U-19 代表から招集されるも将来の選択肢を広げるために講示していた。2009年に U-21 フランス代表のパリ合宿に招集された後 U-23 チュニジア代表との親善試合に出場した。ガボン代表監督のアランジレスから2010フィファワールドカップ予選のモロッコ代表戦のメンバーとして招集されると 初出場初得点を記録した。自国開催となったアフリカネーションズカップ2012では、初戦のニジェール戦、グループリーグ第2戦のモロッコ戦、第3戦のチュニジア戦と3試合連続で先制点を挙げ、ガボンの全勝でのグループリーグ突破に貢献。しかし準々決勝のマリセンの PK 戦で第4、キッカーとして PK を外してしまい、ガボンも敗退した。 2度目の自国開催となったアフリカネーションズカップ2017ではグループリーグで2得点を記録したがガボンはグループリーグで敗退した。フトジは得点を獲得。ありがとうございます。